柿の元の神社、柿の元の神社は、兵庫県明石市人丸町にある神社。人丸山の頂上に鎮座するが、三名も当神社にちなむものである。旧社格は、県社。古くは、人丸神社と称し、地元では、人丸さんとも呼ばれる。柿の本の大名人とも称される、柿の本の人丸阿蘇を祀る。祭神は、火星と仰がれることから、 華道の神としての信仰を集め、そこから学問文芸の神としてもあがめられる。また、人丸を人生丸と開始暗算の神として、江戸時代からは人丸と開始家房の神としての信仰もある。他にも、赤紙と平かしを掛け言葉として、眼病治癒の貢献があるとされている。火力二年に表されたヒ丸演技によると本事物は十一面観論で、その像は、 旧別当時として隣接する結晶寺に祀られている。社殿によれば、民那三年に、赤市の丘にあった、洋流寺の里師匠という重僧が夢中に、柿の元の人丸の神霊がこの地に泊まっているのを監督し、寺の裏の古塚がその塚であることが判明したために、塚城に人丸を祀る祠を建てて、寺の鎮寺としたことに、始めまるという。ただし、 宗主の事情に関しては、人丸が推死させられたという説があるので本来は、記号の死を遂げた、人丸の怨霊を慰めるために祀られた可能性、あるいは、古今和歌集に読み人知らずの歌として、この炎と赤石の裏の朝霧に島隠れ行く船をしぞ、思うという歌が載せられ、左中に、ある人のこととして作者は、人丸であるとされ、神社ではこの歌を演技として重視していることと、 人丸が文武天皇から歌詞された船上十一面観世音の仏像が大和国の柿の本の寺という寺にあったのを里藤師匠が迎えて養流寺の奥の院に祀ったところ仏像の体内から若非弁償なる書物一巻が出たとの伝承があることから若を含めた肘軸伝がおもんじられるようになった時代にほのほのとの歌が人丸作と信じられそのことが直接の契機となって 神社が創始された可能性が考えられる。ちなみに当神社と密接な関係を持つ月照寺の自伝によれば、佐藤師匠は、山和国の広安寺なる寺から一丸の念事物で、あった船上11面観世音を勘定して、要流寺の奥の院に祀るとともに事号を、月照寺と改めたといい、また同時では、この炎との歌に、諸生者は世会長を立霧島滅念仏との字を当て、 各区を、発信大炎鏡、里都市、修行平等性、里都市、菩薩、助観察地、涅槃なりゆき作佐都市、崩壊体制地の生老子病区という仏教的説理で解釈している。文明8年4月に、喜び藩という僧侶が、大和添上軍の柿の元の寺の復興を目論んで行った、肝心上に、赤石浦にも、人丸の墓所があると記されているので、 少なくとも当時までには広く知られる存在であったことがわかるが、天正九年には、豊臣秀吉が、晩秋赤子の人丸は、若第一の神仙であると大赤子村の新たに、開墾した、電磁三十国を寄進し、江戸時代に入って、慶長十七年にもこれは安堵され、現那五年に、小笠原忠真が、赤子の丘に、赤子城を築城することになると、同七年に、返地として、 現在一である小山の崖上に、結晶寺と共に遺志され新たに、車両四十国が寄進された。なお、仙座後は、新鎮座地を、人丸山と称するようになり、旧地にも人丸社が残されて、赤市城の鎮守とされ、これは後に廃絶したものの、人丸塚は、本丸後に現存している。柿の元の人丸の死去から千年にあたるとされた、享保八年に、 霊元上皇の失踪により小一くらいの深海と、柿の元の大名人の信号が宣言されるとともに、女房法書が可視され、明日とされた3月18日に、盛大な千年祭が営まれた。以来同日を霊祭日と定め古今伝授や、天人縁派伝授が行われる際には必ず報告がなされる例となったが、同年6月に霊元上皇がなで物をカ布するとともに、 白銀三枚を寄せて三カ年の祈祷を命じると、桜町、桃園、御桜町天皇も東神社を直眼書と定め、また天皇をはじめ、中宮の上皇、東宮といった皇室から、時々の白銀奉納となで物を下しての祈祷が恒例とされたほか、旧帝人や歴代赤子藩藩主からも和歌の神としての崇敬を受けた。 明治7年2月に孫社に列し同12年6月に豪社、大正15年3月には剣社に上った。近世には、祭人の命日とされた3月18日を、霊祭日としたほか、毎月18日に祭典が行われたが、近代以降霊祭日が、月遅れの4月18日となり、現在は4月第2日曜日となっている。当日は、みこしが繰り出され、 子供御子と合わせて、敬語記が市内を巡行する。また10月18日には、秋季除火大祭が採用され、春十二期には、和歌の神にちなんだ和歌県栄祭も採用される。なお、3月18日が明日とされることについては、18日が観音菩薩の縁日ともされることと常実のように、当神社祭人の本事物が11面観音とされる。 こととの関連性が伺える。本殿は一軒者流れ作り銅番武器。拝殿は桁行き五軒、張馬三軒の入りも屋作り、平入り河原武器で正面に、千鳥派フと、同板武器の抜木党派閥を付し、背面は霧妻作り道板武器の平殿を通じて、本殿と連絡する。天神社、美穂高神社、五社稲荷社の三社。日産道の鳥居境内には、 境内社や前説文化財の他に以下のものもある。なお、境内は、明石海峡を望む、ほのほのとの歌にふさわしい景観を提供する地であるが、日本標準寺四五線が通るのにちなんで社前の三腹に、明石市立天文科学館が建てられ、その高等がそびえているため視界が一部遮られている。ありがとうございます。